はい、拡散希望続きやっていきましょう。一日が待ちすぎた。今日が雪花のタイムリミットの日だ。俺はまた面会室に通された。今日は誰だ。おとんおかん来なかったの。なんでセータ知ってんの。セータ、連絡が取れないから心配したんだよ。すまねえ、まさかこんなことになるなんて。ユキハの予告時間は今日の7時31分だ。モノログの死の予告。それはこっちも分かったんだよ。それ以外は何も。ごめん。ユキハはどうしてる。まだ病院で入院しているよ。そうか。結局最終日まで何も分からなかった。これあれか、人の死で次に進んでいくっていうあのタイプのゲームか。セータ、城島郁美っていう女を調べてくれないか。城島郁美、命がけで調べた最後の情報ですね。死の予告を受けた坂本が最後に言った言葉なんだ。その女も多分モノログの予告で死んでる。分かった、調べるよ。この子が呪いの原因なのか、それともこの子が最初に呪われた人なのかっていうことでも変わるね。結構時間が早いからな。学校に、はあ、城島、なんだこのキモいボイス。大学中に亡くなられてると思う。ああいたよ。いい声優だな。わかりますか。聞いて教えてくれるってことないと思うんだけどな。あ、今だかなのか。おー、いいね。わー、ボロいな。俺にちょっとだけど。ここが城島郁美の家か。違うな、ゲームの音だな。今マイクの音が、時間がない行こうとか言ってるのかと思った。え、あ、オッケーオッケー、マイク動いてた。いないんじゃないこれ、下手すれば。出てこない、うん、すみません、誰かいませんか。これは雲の音なのか、風とかさ。え、なんで開いてんの。鍵、やめとけよお前。勝手に上がらせてもらおう。お前やめとけよ。中に一人いたら警察で呼ばれるぞ。お前も檻の中いるぞ。え、またこのノイズも怖いんだけど。今撮影してる時間がさ、11時58分なんだよね。外見と同じく内装も古びた感じだ。静まり返って人がいる気配は全くない。もう分かってんじゃん、自負してるよ。ユキハを助けるために手がかりがここにあるかもしれないんだ。僕は靴を脱いで玄関から、ああ俺そのまま入っちゃうわ、人いないってなら。木製の廊下がかなり傷んでいるか、歩くたびにきしむ音がする。城島郁美の部屋はどこだろうか。初めて来た家だから、うん、まあなんとなく外でわかるけどね。子供言う、あ、まあ俺の部屋が2階だからね。2階に行くのがあれじゃないかな、やっぱ。上から消去法で探していった方が、ね、あ、セーブすればよかった。かなり急な階段だな。ちょっと待って、うちと階段のあれが同じなんだけど、簡単に。階段を慎重に登っていく。上がっていくっていうのか、登っていくっていうのかよくわかんないんだよね。足元を確認しつつも、階段の、頂上にも気を配らせる。え？あれ？これ、七種のゲームだっけ？ルグレでしょ？あれ、今の。ルグレいたぞ、今。ちょっと、絶対2階、デスルキがおっと、なんだ？時計か？この木なんの木、タピオカパン。机にはピンクの筆箱。かわいいな、高校生なのに。この部屋、女の子の部屋だな。妹がいたのかな？高校生でピンクはねえだろう。でも少女もの。僕は城島郁美のものと思われる部屋を調べることにした。整理整頓されていて、生前の、はぁ、あ。
きちんと用途にグループされ、物が収納されているので、なるほどね。模型できた勉強机に教科書がきれいに収納されていて、左端の方のいい学校で使っているであろうノートを並べていた。分厚いノート。あれじゃない？交換日記ってやつ。女の子なの。違ったか？日記、普通に日記だったわ。日記と書かれていた。なるほど。俺、スマホに日記を記録する癖を最近つけてんだけど、だいたい4日に1回忘れるっていう。はぁ、でもピンクなんでしょ？パラパラとめくっていった。自殺した少し前に日記あれば、そうだよね、調べるとしたら。え？この辺りだ。読んでみよう。死んだとこまで書いてあったの。私今日死にましたみたいな。修学旅行から帰ってきた。お帰りなさい。ごめんね。私、一緒に死のうって言ったのに。ゆいちゃんの呪いだ。死んだはずのゆいが夢に出てくる。死んでなかった。夢に出てる時点で死んでる。生きてるの？あの鍾乳洞で私を待ってるの？なんだこれ。やばい。ゆいという人物、修学旅行、鍾乳洞、これから17件は間違いないでしょ。鍾乳洞で城島郁美とゆいという人物に何かがあったということなのか。2人でその修学旅行先で自殺をしようみたいな感じで、この城島ちゃんは逃げたってことかな。郁美ちゃんかな。ゆいという人物、でも時間がないだろ。何枚かうちひとと見た。え、怖っ。普通にしおりかなんかじゃない？修学旅行のでしょ？注意事項。俺これね、いつもね、修学旅行の時持ってかないんだよね。下手すれば捨ててたりするからね。グループ行動のメンバーこちら。城島役美とゆいゆいゆい。あった。萩原ゆい。萩原。はぁ、藤原の方が好きですね。城島役美と同じ班で、なおかつ名前がゆい。これは藤原ゆいというのが城島役美の日記があったゆいに間違いないだろう。修学旅行2日目の行き先、 G 県の2日目の行き先、 G 県だな、ここはこの鍾乳洞の日記帳にあった千葉県かな。鎌倉じゃないだしな。いるっつうか死んでんじゃねえの。まずい、ユキハの予告時間が近づいて。マジかよ。おいおい、ヒロインが死ぬとかマジやめてほしいよ。妹はちょっといいぞ。俺可愛いけど俺の趣味ではない。2時半半帰れるの。でも同じ高校とかで近いんか。僕は日記帳としおりもとの、おお！本気でびくった。本気でびくった。ルグレがいた。くそ、飲むから。いや、怖かった。今本気で。あれ、ユイさん？は？小南レイが意識を取り戻し、小南さんが命に別状はない。今何時だ？19時。お前これふざけんなだよな、警察。間違えた挙句捕まってこっちは時間取られてんじゃっていう。訴えないとかそういうの書かされたんじゃない、下手すれば。セータ死んだんじゃね？バイク、ちゃんとあるんだ。バイクの気分ですけど、どうしよう。キーシリンダーにインションスタート。もうそこはいいから、しばらくにしなきゃいけないんだ。アイドリングが安定しない。いや、でも、3回でいける？うわ、雨降ってるよ。間に合うか。まだキーが足りない気がする。ウィンカーを出すことも忘れ、体を左に倒し、二足にシフトアップしながら、おー、今度はスピードガンで掴むんじゃねえの。車が内列を作っていた。夕方のキャラクションのビッグなんだろう。止まっていいのか、すんのかわからない。ほとんどそこで情報を知る。やるよね、こういうの。車を一台、また一台とすり抜けていくたび、風切り音がする。ユキャンタイミングマネットの時間がない。ん？時間がない中で俺はバイクという特権をフルに活用して、群がる車を左から右をまるで網だくじの目のように走り抜ける。
止まっていた時はほとんど感じることのなかった小雨、それがいざ走り出してみるとまるでゴムのようにヘルメットのシールドに覆いかぶさってくる。視界が悪い。水滴は上位左右とあらゆる光を反射させ、信号の光が反対車のヘッドライトか、建造物の光が拡散されて、もうめんどい、あやばい、もう読む、自分で読む、みんな、心臓の音が聞こえてきながら心拍数が高くなってやべえよ、極度の緊張状態でも頭がすっきりクリア、最短ルート、うん俺こういうの得意だよ、治療からについてその指令は抵抗など一切なく、おおすげえな、あれだな、ゾーンですね。演劇部に入部した俺とユキハは出会った。いつもつまらないことで言い争いになったよな。まあ、俺たちは、うわぁ。じゃあ俺、チンピラ向きかな。違う、俺は洋画のヒーローみてぇなのやりてんだよ。ダイハードかな。はぁ、あ、ヒーローって。死んだやん、これ、ユキハ。笑うな、俺は子供の頃からさ、ウィリス・マクレーンに憧れてんだ。ああいう孤軍奮闘するヒーローになりてんだよ。それなら大難者でしょ。練習出なさいよ。不真面目だから悪役しか回ってこない。でもそれでも回ってくるってことはそれに評価されてるってことだよ。お前は大体広いんだよな。私は真面目にコツコツと練習してますから。はあ。俺がヒーローやってお前がヒロインを見てよ。そんな劇を絶対にやってみせるからな。絶対できないやつやん。俺はまだヒーローに慣れてない。俺の小さい頃からの夢、ウィルス・マクレーンのようなアクションヒーローになること。まずはお前がヒーローをやってくれねえと始まらねえんだよ。死ぬんじゃねえぞ、絶対に死なせねえ。俺は対向車線を横断し、ユキハのいる病室の敷地内に入り込んだ。停止するとバイクから飛び降りスタンドを止め、ヘルメットを結びを解いて左ミラーに右手で押し込むと病院を見上げた。携帯電話をポケットから取り出してディスプレイの時計を確認すると19時22分を指している。時間が残り少ねえ。何分だっけ、30分だっけ。携帯電話をポケットに押しながら正面玄関へと向かう。正面玄関は自動ドアになっていて左右に開くタイプだが、その自動ドアを開く時間さえも押し、自動ドアを両手で強引に押し上げ、押し広げて中へとなだる。ロビーをすり抜け正面にするエレベーターに駆け寄りながらエレベーター上部の階層の表示を確認した。現在地はどのエレベーターもかなり上の階にある。1階でエレベーターを待つよりも階段の方が早いと判断した。俺は正面から右側にある階段を目指した。階段は10段ほど上がると踊り場があって180度、そんな少ない。踊り場の大きな鏡で自分の顔をすれ違いに確認するととても怖い目つきをしていた俺かな。4階にたどり着いた。ほら、あとは廊下を進んでいけばいいだけだ。足を休めることなく駆け足で廊下を進んでいく。ユキハの部屋の扉を右手を向き開く。ユキハ！ユキハ！自信あった。ユキハはベッドに腰掛け、携帯電話を握りしめていた。自分の死の予告までほんのわずかだというのに誰も来てくれなくて寂しかったのか、とても悲しい表情で目を潤んでいた。ユキハ、無事か？まだ無事でしょ。でも、もう時間が。バイクで釣り出したら事故とかしそうだしな。わあ、ダメだ、わかんねえ。諦めるな。何がトリガーなのかがわかんねえ。俺もユキハの目を見る。ユキハの瞳に俺の瞳が反射してみる。死なせねえ。5分前、31分か。携帯電話からモノログの通信が聞こえたので確認すると、そこにユキハの死の予告がつぶやかれていた。残り5分しかないってか、ふざけんな。諦めねえ。絶対に。考えろ。何かでも俺わかんねえよ、サーバー落としダメとなると。アカウント消したとこで、あくまであれはディスプレイと考えると、ない。え？だ、絶対ユキハ死ぬと思うんだよな。で、次、セーター。セーター死んでる可能性があるんだよな。俺のない頭で、考えろ。呼吸が乱れ、心拍数は極限まで高まっている。考えろ。え、何？セーターの言葉を思い出す。一人に拡散してもらうだけじゃ二人拡散。違う。これじゃない。五分。ケンシロウの言葉をディスプレイだから多分違うでしょ。小南の言葉。インターネットに繋がっていない孤立したパソコン。スタンドアローン。これどういうこと？呪いを止めることができねえな。
どういうこと？天国行くの？ああ、はいはい、なるほどね。坂本の言葉を思い出す。少女の携帯電話。拡散式希望。城島育美を調べ。セーター、あいつは連絡してない。あいつは何してんの？え、違うの？ケイシロウ？ケイシロウも？ネットにしてんよ。ボタンも何でもいい。だディスプレイでしょ？ケイシロウ。ちょっと何配信されていた？インターネットで配信される死のよ。やべえ、時間がねえよ、あと2分。うるせえ、おい。すまねえ。すまねえ。え、つんな。そう。何か。死ぬことない、逃げるしかない。逃げるってどこに、だから。どこでしょ。皆の言葉を思い。言動を思い返し、みたまで先行が知った。国が助けられるかもしれない。来い。お、間に合ったか。でも1分しかないよ。60秒で行ける場所。ユキハの手を引いて限らず、もう時間数分と残されていない。1分しかねえよ。俺、あ、手術室、時間がねえ。え、余計危ないよ、手術室。助けにはこの手術しかないよ。入れ。ユキハの手を引っ張った。手術室で電波とか飛んできたらまずいだろう。あ、なるほどね、そういうことか。もしかしたら呪いもシャットダウンできるかもしれない。いや、多分それは無理。息を荒げ、ユキハを見つめた。ユキハも俺を見る。ユキハの表情は不安というよりは悲しみに溢れていた。死ぬかもしれないという不安よりも、俺たちと別れるのは辛い、悲しいって顔をしている。早く入れ。俺のことを見るばかりで動こうとしないユキハの背中を押した。がユキハは俺に背を向けて立ち止まっている。視線は手術室の奥にある。だが手術室を見てるわけじゃないんだよ。お前は何を見ているんだ。ユキハは俺に見えないように手で涙を拭き取った後にこちらに振り返った。これ渡しておくね。死んだー、ユキハは死んだー。ユキハの手に擦り切れて小汚いノートがあった。なんだ。私の演劇ノート、演技のコツとか脚本のネタとか書いてあるんだよ。バカ野郎、いらねえよ。いつでも見せてもらえるだろ。そういうのは死ぬ時にやるもんだ。ユキハが死ぬと決まったわけじゃない。いや、死なせねえんだ、死なねえんだ。部活の合間は縫って何か書き込んでやがるなと思ったけど、どこまで勉強し、後で。やべ、ちょっと泣けてきた。やべ、ちょっと。ユキはそう言うと、俺の腹部にノートをギュッと押し付けた。すぐに返す。俺はノートを受け取ると、左手でしっかりと握った。相手の右手で、ゆっくりと手術室の扉を閉めていく。超可愛いやん！死んだやん！徐々に、扉に遮られて見えなくなっていくユキは。絶対に死なせねえ。もうなんならさ、トールがさ、上からガバってさ、なんていうの、押し倒すみたいな感じでさ、この子を覆い隠せばある種死なないんじゃないんかなって言っても、血がドバーシ死ぬ可能性があるから。こういう一枚やるとき絶対死ぬんだよな。俺結構やってるけど。扉のユキハがそうかしてくると扉が完全に閉まった。扉のユキハの顔が付近を見つめる。もうユキハの顔は見ない。代わりにベージュの塗装で塗られた扉が見えるだけだ。俺は手術室の扉を背にして座り込んだ。この中にいればユキは安全なはずなんだ。この扉を開けさせないようにすればきっとユキは助からず。廊下の奥を見つめる。廊下は最低限の明かりしか光っておらずかな、薄暗い、灯しておらずかな。あの廊下の奥から何か来ると思う。絶対にこの扉を守ってみせる。私この数日寂しかった。トールとセイダは呪いを解くためにやめて。涙出ちゃう。すごく嬉しいけど、一人で病室にいるの。本当に泣けちゃうからやめて。すごく寂しくて。涙がうるっちゃう。涙腺が、俺の。扉の向こう側にいるユキハが喋りかけてきた。たった一枚の扉を挟んでいるだけ。すぐ近くにいるはずなのによ。
どうしてこんなにもユキハの声が遠く感じるんだよ。すまん。でも今こうして一緒にいてくれることがすごく嬉しい。最後の時は共にってか。俺の瞳は廊下の暗闇を捉え続けている。廊下の暗闇の奥、何かがこちらに向かってきている。今はさ、モノログとかメールとかそばにいなくても繋がれる時代なんだよね。変な汗が出てくる。体は小刻みに震えて前歯がカチカチと音を立てている。ゆっくりゆっくりとゆっくりと暗闇から来てやがるんだ。でもね、今トールがそばに。やめろやめろ、頼む。廊下の暗闇から這い出てきたもの、かすかな明かりに照らされて何かがこっちに向かってきているのが、ん、何かがこっちに向かってきているのかが分かった。伊豆橋高校の制服を着た女子、ゆっくりと手術室。やばい、これはやばい。いくら電波を通して近くにいるよって言っても、ゆいさんや、ゆいさんが来ている。俺たちと同じ伊豆橋高校の制服を着てる女子、歩き方はおかしく、右足首が90度外を向いている。肌は血色がなく青白くて、黒髪が胸のあたりまで垂らし、ちょっと貞子が浮かんじまった。来るな、来ないでくれ。自分の体で相手の温かみを感じられてこそ。もしかしてこれ小由美ちゃんと声優さん一緒かな。迫ってくるものの気配が強すぎて、ユキハを助けるという強い者打ち砕かれ、今まで感じたことのない恐怖が湧き出てくる。自分の心の地盤が割れ、恐怖が吹き出ると、もうあとは勢いを増すだけだ。うるさい。恐怖の水が水かさを増し溢れ出ようとしてくる。腰が引きて自分の力だけが立ち上がりそうになかった。でもまだ俺の心は浸水しきっていない。わずかに残された強い石に意志を奮い立たせ、手術室の扉で背中を支えながら膝を伸ばし立ち上がる。支えがなければ崩れ落ちそうなほど体は、もう読めん。かっこいいな。やめろ。なんなんだよお前は。殺させねえぞ。なんなんだよ。来るんじゃねえよ。まさかパートファイナーとか言わねえよ。自分の口から出た暴言の数々、一度口を開くと止まらない。次々に飛び出していく。それは頭の中で考えられて発せられた言葉でもない。感情そのもの、感じたこと、思ったことが脳で再構築されずにそのまま自分の口を通過していく。俺は拳を強く握りしめた。うわ、言葉を真に追いやろうとする何か、あ、ユキハだった。その何かが手術室の扉の前まで1メートルほどの距離に近づいた時、こみ上げきていらの感情が俺を突き動かした。俺は何かに向かって突進した。狂ったように怒声を上げながら突進する。恐怖はいつの間にか殺意に変わっていた。この何かのせいだ。こいつのせいでケイシロは死に、ユキハは命に危険にさらされている。こいつが憎い。俺と何かの距離はあと少しというところで、床を蹴飛ばし勢いよく何かに俺は飛びかかった。だが俺の体は空気を裂いただけだった。勢い余って真正面から廊下に倒れ込む。両手で腹部を強打した。痛みで少し頭の霧が晴れた気がした。そのまま四つん這いになった状態で唾を返す。俺の突進は何の意味もなかった。何かは扉をすり抜け吸い込まれるように手術室の向こう側へと消えていった。うわ、やめろ。最悪だ、やっぱりか。俺は右で、もうユキは死んだや。まあ、てか手術室って普通入れないようになってんじゃねえの。何を想像したお前は。スプラッターか。でもまだ自分にそぎかせフラフラと立ち上がる。一枚絵出たろ、泣くぞ。ひどい吐き気と涙腺が崩壊してるせいでうまく歩けない。一歩また一歩と手術室の前へと歩む。たった1メートルほどの距離なのに
その1メートルっすね。扉を開けるだけでいいのに、それがひどく恐ろしいことに思えるんだ。ユキヤ、おい。手術室の扉を見つめながら言う。あのユキヤが死ぬわけねえじゃねえか。生きている、生きているんだよ。おい、返事しろよなあ。死んでない、生きている。死んでるわけねえ。だってだってそうだろ。死ぬわけがねえ。そんなそんな。はい、泣いたので次のパートでまたお会いしましょう。 See you next time。 またじゃあな。